去年4月に発生し、人や建物に甚大な被害をもたらした熊本地震。熊本のシンボルでもある熊本城は、地震から1年以上経った今も大きなダメージが残ったままです。熊本市動植物園も被災し、休園が続いていましたが、今年2月に部分開園がスタート。徐々に活気を取り戻し始めました。十勝にも南北に活断層があり、内陸直下型大地震発生の恐れが指摘されています。災害発生時、猛獣や大型動物を飼育している動物園はどう対応すべきなのか。5月下旬、熊本市動植物園を訪ね、現在までの状況や他の園にもつながる教訓を伺いました。園内はもう足元がやっぱデコボコになってて、足元が悪いし、水も噴き出してるし、その建物もどこからその瓦礫が落ちてくるかわからないっていうのが、とその動物たちの悲鳴も聞こえるっていうので、緊張した状態がずっと続きながらの見回り確認と安全確認ですね。見回りにするのに懐中電灯、それからもしかしたら猛獣系の動物が、建物自体が壊れて脱出してるかもしれないっていう可能性があったので、棒的なものを驚かせるために、確か傘みたいなもので、こう開いて驚いている隙に吹き矢の方とか準備をして持っていくとか、麻酔銃とか、大体5人ぐらいで、人数が最初に集まったメンバーが揃った時に見回りに行きました。動物種によって落ち着いている動物もいれば、もう精神的に不安定になっている動物もいて、アフリカゾウについてはその映像があそこだけは残ってるんですけど、全身の時は来た時にちょっと警戒するような耳をバーッと広げて部屋の中を走り回ったり、目がバーッと見開いた状態で、朝は全然寝れなかったんだろうなというような充血した状態でしたね。あとは霊長類が結構精神的な不安定をずっとあって、アンゴラコロブスという霊長類がいるんですけど、寝室で被災したので2回とも、やっぱ寝室に入ってご飯を食べるということができなくなりまして、チンパンジーはその本来の食欲が戻るのに10日かかって、全身本身の時はもうひたすら警戒音でずっと悲鳴を上げている状態ですね。ここの性格もあって、半年ぐらいですね、その被災した場所とその条件が重なるような、一人だった部屋、この部屋で被災したとか、そういうところに入ると縁が緩くなったり、不安になって行ったり来たり、右往左往っていうのを繰り返したり、もうそこではご飯食べなくなったりですね、いろんな不安用行動が見られました。園内の道路に亀裂や地盤の隆起、動物舎の損傷といった大きな被害を受け、動物たちの心にも大きな影響を与えました。損壊が出た猛獣舎に暮らしていたライオンやアムールトラなどは県外に緊急避難し、現在は4つの園で5頭が元気に過ごしています。これは日本動物園水族館協会が調整し、地震発生後1週間ほどですぐに対応しました。これは地震発生から現在に至るまで、被害状況や園の取り組み内容を大まかにまとめたものです。全面開園に向けた復旧費用の支援を募集する動植物園復興応援サポーターは、部分開園と同時に始まり、県内、県外のたくさんの方から温かな支援を集めています。他の園館さん宛てに何が必要だったかっていうのをよく聞かれまして、なのでちょっと必要だったこと、対応したことっていうのをその時系列でまとめて、もちろんしていただいた支援物資とかそういうのも含めて、ジャザの方に報告したりとか、実際に必要なものとして、そのうちはたまたまその遊水池がお隣の江津湖の方であったので、水を汲めるような状況が、毎日水を汲みに行けるっていうのがあったんですけど、その貯水タンクとか必要なものとかはこういうのがあった方がいいですよっていう
ですね。あと停電も本震の時はありましたので、その新しく住舎をこれ施設を建てたいんですけどっていうので、その動物の移動のところで電気を使うような扉の開閉とか、そういうところはどっちかというと手動の方がいいですよっていうところですね。脱帽子マニュアルっていうのはいろいろ作って訓練とかもしてたんですけれども、はい、実際その動く場になると、うん、今回の関しては昼間にやってたのが夜だったっていう、その周りが見えない状況、動物がどこにその脱出してた場にどこにいるかわからない状況っていうのでの対策は取ってなかったので、うん、そういう場合のそういうマニュアルは絶対作った方がいいですよっていうですね、うん、その最低必要なこととしてその動物の安全確認に行くことと、その水、飼料の確保、スタッフたちの安全確認としてのその連絡方法、今回のようなその夜中の地震だったり、そういうところを想定したようなものはどこもされてないので、いろんなパターンで考えていく必要があるかなと思います。そのガチガチに決めてしまうと対応、その動けなくなるので逆に、ある程度こういう連絡が必要です、こういう確認が必要です、こういう物資の調達方法を確認が必要ですとか、道路の確保とか、そういうのについてしっかり決められてたがいいかなということで。休園中は被災した子どもたちに動物に触れて元気になってもらおうと、市内の小学校などに移動動物園を行うなど、飼育員、スタッフ一人一人ができることを探しました。子どもたちの笑顔に逆に勇気づけられたと上野さんは話します。動物たちについては今落ち着いて暮らしてます。ただ今のところまだ土日の部分開園ですので、動物たちがその人と出会う期間っていうのが本当限られてるで、久しぶりにお客さんたちと会った時は動物たちもちょっと興奮状態になったので、これからその全面開園っていうことになると、その動物たちもどういう反応を示すのかなっていうのがとかがちょっと不安でもありちょっと楽しみでもあり、その休園がずっと続いてるんですけど、そのこの動物はこういうふうに元気にしてますよということをホームページでお知らせすると、そのことに対して のお手紙とか、この動物にちょっとこれをあげてくださいとかですね、おもちゃとか、差し入れをいただきまして、やはりその時にお手紙もついてるんですね。なんかそれがやっぱ飼育スタッフたちはちょっと嬉しくて、みんなそれを読んでですね、私たちもちょっと元気をもらってたんですね。休園している中、嬉しいニュースもありました。去年の9月にはマサイキリンに赤ちゃんが誕生するなど、全面開園に向けて明るい光が差しています。やっぱりそのお客さんたちと話すことが少ないっていうのは、やっぱり私たちの活力もやっぱ奪っていくというか、全面開園にはちょっと来年 やりたい、来年4月を目指したいっていうですね、のがあるんですけど、そのやっぱり工事に当たられる方たちが熊本中であちこち引っ張りだこうというか、それ次第ではちょっとどんどん時期がずれ込んでいく可能性があるのかなと。動物園の在り方自体をそのちょっと考えさせてもらう機会にもなったので、今後その熊本市動植物園をその地域の皆さんだったり県外の皆さんからその愛され続けるような状態であるにはどうしたらいいかなっていうのをちょっと今後、いろいろ復興しながら、見つめて書いていくところは書いていき、新しくするところは新しくして、元に戻すところは元に戻し、やっていこうということで今話して進めていってるところです。動物園の在り方を見直し、新たな動物園を模索するきっかけとなった震災。上野さんにとって動物園とはどのような場所なのでしょうか。大切なところっていうのがやっぱり一番なんですけど、その大切っていうのは人とのつながりを感じれる、動物と人とのつながりも感じれる、
で、そのいろんな自然と人とが共生できるようなですね、そこの入り口だと思ってますので、この自然災害も含めて考えれる場所ではないかと思っています。震災の教訓を発信しながら復興を続ける熊本市動植物園、再び子どもたちのにぎやかな声を取り戻すため、全面開園に向けて今日も前を向きます。